どうも皆さん、こんにちは。エルデンリングを終わらせに来ました。とてつもない情報を手に入れてしまった私は、友達に、エルデンリングやってる友達にストーリーが進まないって相談したらヒントをくれました。なんとまず、魔法のとこ、ここの城に入れないっていうのを相談したら、この手紙を見ろと。そうそう、これかな、間違う、あれこれか、これだね。これがヒントになってて、この地図を参考に謎を解けみたいな、謎を解かないといけないらしいので、この地図はどこに対応して、多分ここだよね。島が2個あって、その友達はもう100時間プレイしてるらしいです。100時間プレイして、110時間かな、プレイしてクリアしたらしいです。僕はまだ30時間。これが何を意味してるのか分かりますか。あと3倍はプレイしないといけない。死んでしまうぞマジで、ストレスで。とりあえず行ってみようぜ。多分ここだと思うんだよな、ストーリーが進むはず。そう、俺もこういう細かいところ謎解きとか超苦手だから、たらたら敵と戦っていたい、強い敵と戦って文句言いたい、そういう人間なんでね。ちょっと停滞して申し訳なかったです、今まで。ただ今日でエルデンリングを終わらせる、その糸口をつかもうと思います。すごいでかいよねこの城、よく見たら。ここにボスいるのかな、おそらくここだろうね。ふんちゃん攻撃してく、え、こいつ倒すのかもしかして。はえ、俺は人間以外嫌いだっつってるだろ。人の形をしていないものは嫌いなんだよな、苦手。でも多分ここに寝ているってことはこいつを倒すしかないということなんだろうが、嫌だな。そうだね、何にもないもん、こいつ以外めぼしいものは。倒すわ、やべ、あれ、え、鍵ゲットしたやん、倒さなくていいんじゃね。ちょっと戦ってみるか、ゲットしたから。多分この鍵で開くはずなんだよね。鍵を持ってこいみたいな書いてあったから、多分この鍵だと思う。うわー、やべえ、ドラゴンだ、正真正銘の和合ことなき。全然当たんねえし、見えねえ。魔法を払ってくる。これ馬乗ってた方がいいか。あ、死んだわ。強い。だが俺はお前が守っているものをすでに持っている。これが何を意味しているのか分かるか。お前はもう用済みなんだ。極力無駄な戦闘は避けていきたい。さもないと俺もプレイ時間110時間いっちゃうから。おお、入れた。いいんですか俺入っちゃって、皆殺しだよ。おい、結構綺麗なお城だね、今まで来た城に比べると。上か。そして 両手持ちでなければ威力を発揮しないと。怖いな。雑魚いないのかな。すげえ、あれ、こんな建物あったっけ。外界からは見えなかったのか。やべえ、赤田だ。これはストーリーが進む予感がいるな。門番、それは門番いるよね。だが俺の方が強いんじゃないか、お前たちより。お前はピザカッターで切ります。一番愉快だよこれが。やべ、
ピザカってあんま強くねえな。でもロマンが、ロマンがパンパン。入ります。え、あれボスか。いや、ボスじゃないな。まだボスじゃないな。魔法がいるとちょっとうざいから外で頼む。あーら、暗い無理か。もうか、階級が違うわ、お前たちと。見てこの強さ。あ、こいつらも強い。危ねえ。お前たちも強くなってるな。このロマンを俺は捨てることができないもん。ビシでもこれでクリアする。さすがにボス戦は剣でやるけどね。強くない？普通に筋力持ってあげて武器自体も強化したいな。そっか、武器強化してないからそこまでじゃないのか。まだこれむずいな。お前、うわ、怖顔。こいつの顔怖、見て目怖。野心に満ち溢れてる。足巻き、え、どこだろう。こっちかな。あった、祝福。ボスはまだまだ、でも絶対いるはずだよね。さすがにいると思う。おお、何これ、何かの、お、工場か。おお、あかん、食われた。魔力吸いやがるこいつら。魔力なんてくれてる、魔力なんてくれてやるよ。俺は武力で強くなる。ここまでのし上がってきたんだ。お前らみてえな広がりと違って、俺は拳だけでここにたどり着いた。ほら、嘘でしょ。こいつらもういいよ。ちょっとどうする、倒しといた方がいいか。ここでやろうじゃあ。やっべえおめちゃめちゃいっぱいいるやん、めちゃめちゃいっぱいいるやん。ねえ、うざいこれこやつらうざい。 OK。 いや、意味ないわこれ。あ、こっちから持ってるわ。もう終わったわ、終わりだ、もう無理だ。囲まれてしまった俺は。あぶねえ。うわ、犬もいる、犬もいる。犬綺麗マジで。この世界の犬マジで嫌い。やべやべやべ。ねえ、何ここの、ここのうざさ異常。このモンスターたちの うざさ異常。しつこさ。やべ、回復ねえよもうこれ。お前バカ、塞ぐな道を、勇者が通るのに。え、やばくない、祝福ねえ。これ乗れんじゃね、これ乗れんじゃね。祝福マジくれ。ああ、終わった、祝福ねえわ。俺は死ぬんだここで、こんな犬に囲まれて。あ、終わった。なんか出てきたぞ、中ボスか。これ上に行くのかな、やっぱ上なんかありそうだな、この辺にもアイテム。ちょっと邪魔お前、本当に。ぶね、どうするこれ、上行っちゃう。なんかあっち行ってもなさそうだと、何にも。一旦払っとくかこいつら。普通に死ぬ、もうこいつらマジふざ一人だと何にもできないくせによ。ねえ、こんなに痛いぬ、ねえ、繁殖してないお前たち。もう無理、犬が繁殖してます。この子は繁殖システム導入すんな。邪魔者いなくなったから奥行ってみるか。いや、でも祝福欲しいけどね。ほら、あれ絶対小ボスだよな。これ宇宙のやつか、もしかして。宇宙だ、宇宙戦士だ。
いや、技が、あの時と技が異なってる。ちょっと待て、お前ちょっと待て、ステイ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 、ちょっと待って、捨てるな、深いだろ今のは。死んだことにすら気づいてない。お、下もあるじゃん、下にもあったよ今、犬のくせに。うわ、アイス倒してえな。物だけ奪って逃げようか。え、登れない登れない。 OKOKOK、 逃げよう逃げよう。多分これで上に行くだと思うけど、なんか下にもあったよねマップが。下にも行けるんだよな。これ多分上で正解だと思う、正規ルート。なんだこれ、骸骨か。あまり一般人を殺したくないんだが、いっぱいいるな。オッケー、あっちにも進めんのか。祝福ナイス、行こうか。いるな魔術師、バレた。え、剣士だこいつ。ま、どっち、え、後ろにも行けたな今、非常にうざいな。こういう時は魔法を使う、賢く行こう。賢く行こう、超賢いや。超賢い、待って、こっちにも行けるな、こっち行くか。ん、誰もいない。スクロール、お、教室のスクロール、正方書きた。やたら正方書もらえるけど何も作ってないんだよね。アイテムも作った方がいいのかな、ちゃんと。一回もクラフトしたことないかも。怖いな広い道。間抜けだからこいつら後ろ向いている。何かを刺して杖を手にしたが、時すでに遅して、あれ4体いる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 、いや5体いる、やばい、うわうわ、壺も来た、とんでもない。なんだこれ。どんだけおるんや。透明強いから使ってこう。壺からやる、なんでバレた。ちょっとあっちに誘い込もうぜ、一体ずつやろう。こいつらいられたら無理だわ。壺からやるか、壺くんかな、こっち来た。柔らかい柔らかい、意外と柔らかい。おお、オッケー、壺は壺だ、所詮恐れることはない。やばいやばいやばい、とんでもないです、魔法使いが固まってますこれ。うんうんうん、拳でやるか。お前たちいい度胸しとるやん。さあお前一人だ、どう殺してやろうか。まず指の爪を全部剥がす。 OK、 めっちゃ大変だなここ。今のちょっとうざかったな、鬼門だな。
儀式壺。うわ、なんかボスいそう。魔法来てるな。見えてますよ。聞こえてますよ。うわ、やかましいな、あいつら。これバレてる？なんでバレてんの？なぜ見える？やべ、登ってきちゃった。あ、ボスだ。ボスいるな、やっぱ。祝福ないのか。マリカで復活するパターンか。まあいいや、とりあえず入っちゃおう。ボス、どんな面をしてるのか。多分この城の主なのかな。魔術師。え、人間じゃねえ、そもそも。てっきり俺魔法使い、獣でも魔法は使えるのか。やべえ。はいはいはい。あー、飛び道具も使ってくる。これ走ってればいけるでしょ。もう回復ねえって、師匠。クソかっけえやん、こいつ。ん？え、こっからなの？毎回こっから？祝福なかったよね、今。無理に進むか、じゃあ。え、毎回あそこから？なかなかしんどいぞ、それは。それすなわち、なかなかしんどいよ。まあでも、強行で突破できるからいいか。祝福ないのか。いちいち戻ってくるのめんどくさいな。ノーダメできました。頼もう。まあね、魔法が使えても所詮獣だから。人間には勝てないと。人間代表ですから、見せつけてやりますよ。人間代表として。意外と単調だね、優しい攻撃は。わかりやすい。なんだ？おお。そんなこともできると。ああ、強い。獣嫌いなんだよ俺。剣とか使ってくれたらありがたい。これむず。魔法打つな。インファイトでいいわ、全然。そうするとこいつは遠距離魔法を打つペースが、頻度が少なくなるからと思ったら、ちゃんと打ってくる。ああミスった。え、でも意外といける。ゴリ押しで意外といける。体力すぎないから。俺が死ぬ前にこいつを殺しちゃえばいい。ただそれだけのことだ。意外といけるかも。この回では無理かも。ちょっときついもん。スタミナも HP もない。やべ、もうつまずいたら死ぬわ。終わった、終わった。生きてる。なんて精神力。倒せないことはねえな、覚えて。それ強いな、回転斬り。どうしたらいいの？誰こいつに魔法教えたやつ。そいつを殺すわ、もう最初に。飼い主出てこい、マジで。首は繋いどけよ。魔法覚えちゃってるから、甘やかしすぎて。うわー、食わないで。食べ物じゃないんです。もうこいつ人間の味覚えてるわ。うわー、あと2発ぐらい撃った。次で倒します。あれ、全然調子が悪い。あれ、さっきなんであんなにいけたの。あれ、殺すぞ。もう殺す、こいつは。倒すとは言わない、殺す。飼い主も、え、いけそうじゃね。3連発うざい、3連発うざい。うーわ、
3連発うぜえマジで。ああバカ、あぶねえ、足りてないよワンちゃん。ボスなんだろうけど、君ワンちゃんだよやっぱり。人間なんて食うんじゃない、二度と食うな。人間は食い物じゃねえ。命は何だと思ってる、おもちゃじゃないんだお前の。こいつおもちゃ感覚で俺今戦ってるっしょ。おもちゃじゃないんだ俺は、新しいおもちゃじゃない。うわ怖え、あーやべ、あーうわーうぜ、あーおもちゃじゃない俺は。やべやべやべ、くむー、怖い、食われると思った今。バカ恐れているのか俺は、こんな犬に、犬っころに。所詮犬だ、でかい犬。これナイス、それいいよ、オッケー、倒せるよ。おお怖い、いやー慎重に、死ぬなワンちゃん。おもちゃに負ける気分はどうだ、新しいおもちゃは強いだろう。やばいやばいやばい、ちょっと待って、死ぬな死ぬな俺死ぬな、おもちゃにされる、一生おもちゃで終わる。挟まっちゃったね最後、もったいないね。おメモリストーン、うーわ犬強かった、犬強えったな、面白かったわワンちゃん、可愛かった、癒された。記憶スロット、ああ魔法か、魔法使いじゃないんでね。祝福ないかな、あれ外に出てきた、なんだ外に出てきたよ。え、怖っ、何これ外、なんで急に外出てたなぜ何の説明もなく外に連れてこられた。あー、あいつがいるからだ、あれで俺を殺そうっていう作戦だ。え、祝福あった、ってかあったあった、あぶね、取り忘れてた。オッケー、この先にもまだ何かあるのか、まあ、多分ワンちゃんだけじゃないだろうね、さすがに。代わりにするわ、さようなら。